たちの城が建つ。めでたいよな。これも霊石のおかげってやつか。でも子にだけはどうも恵まれんようだ。これがあの若め野郎の言ってた夢の代償ってやつなのか。くそ、笑える、笑えるよな。へっ、だよな。あやかしのお前には分かんねえか。秀吉。はっ。この本願寺には大量の霊石が眠っておる。働き次第ではその霊石お主らに任せる。ありがたき幸せ。この秀吉めが一晩で落としてご覧に入れます。よし。おい、聞いたろ秀の味。行くぞ。おら来い。サルメ、いつもながら厳禁なやつよ。小谷での働き、一に聞いたぞ。しかし褒美も求めぬとは。お主は何を求める？神仏、あやかし、霊石、そのすべてを御してこそあまねく天地に楽土を敷けよう。ひとたび生を受け滅せぬもののあるべきか。しかれど無ぬの青き瞳にはその定めに逆らう力ある。万里の波動を超えるがごとく、この信長の野望とともに人知の果てを超えられよう。ほう、背負えるとはな。お主の背にあるものが褒美じゃ。鉄砲を使う最下衆、後で会います。俺の睨んだ通り、こっちの守りは手薄だったな。さあ、ここで藤吉老流、敵の注意を俺たちに引きつけるぞ。最下衆の鉄砲がなけりゃ本体も門を突破できるぞ。
最下の誇りは汚させない。私が撃ち落とされた。絶対に。Thank you.
あなたも。
の邪魔をするか。
なんかチクッとしたの。あんたも背負ってんだな。やりましたな。最下のカラスとの決着がついたようだな。出しゃばりよってこた。
落ち着いて聞いて。半兵衛が死んだわ。京での挙兵を助成するなら霊石も欲するままに手に入ろう。だが闇討ちは心が痛む。夢を叶える力はすでに与えた。情けは無用。そうだな。あんたと同じこの力があれば